サザビーの系譜 MSN04 サザビーは新生ネオジオン総帥シャーアズナブルの専用機であり、当時のジオン広告系モビルスーツの全ての技術力を結集し開発されたフルスペックモビルスーツとして赤い彗星が登場した最後の機体である。本機の最大の特徴であるサイコフレームの搭載、遠隔無線誘導兵器ファンネルとビーム兵器主体の武装を装備。シャーのパーソナルカラーである全身赤いカラーリングに新生ネオジオンのフラッグシップ機として高火力重装甲の両立という高性能を獲得するとともに、永遠のライバルであるアムロレイと決着をつけることを望んだシャーの愛機として、シャーの反乱と呼ばれた戦乱を戦い抜いている。サザビーの開発には当時地球圏一の軍産複合企業アナハイムエレクトロニクス社のグラナダ工場が中心となって進められ、設計には旧ネオジオンの技術者たちも参加していたとされている。余談ではあるが、開発時期を同じく知っていたライバル機であるアムロレイの独自設計案を取り入れたモビルスーツ RX93 ニューガンダムもアナハイムエレクトロニクス社の月面工場施設で行われており、こちらはフォンブラウン工場で開発が行われていたと言われ、同じ会社内で地球連邦軍の新型とネオジオンの新型を同時期に開発するという死の商人と言われるアナハイムエレクトロニクス社の闇を感じるところである。サザビーの機体性能。前述の通り、サザビーの開発コンセプトは現時点で考えられるだけの全ての新技術を盛り込んだ最高スペックのモビルスーツの開発というコンセプトのもと設計されており、シャーが要求した性能を満たすため全高約25メートルという当時のモビルスーツ群の中でも大型の機体サイズに仕上がっている。しかしこれまでのサイコミュシステムの搭載は、そのシステムの大型化とそれに伴う搭載箇所の問題というものが課題となっていた時代であり、これらの問題点を克服した一つの完成形が AMX-004 キュベレイであった。このキュベレイはアクシズの指導者ハマーン・カーンの愛機であり、宇宙世紀 0087 に勃発したグリプス戦役時にサイコミュシステムの小型化に成功し、充電式の遠隔無線誘導兵器ファンネルを搭載。しかしアクシズにおける技術力の高さを証明する機体に仕上がっていたものの、基本性能的には百式と同レベル、ゼータガンダムやジオよりも劣るスペックであり、あれほどまでに互角の戦いを行えた要因はハマーンのパイロット技量の高さとファンネルを自由自在に操ることのできるニュータイプ能力の高さがあってこその機体であった。そこで宇宙世紀 0089 第一次ネオジオン構想終盤では、アクシズの持ってる技術の全てを集約させた最強のニュータイプ専用モビルスーツ NZ-000 クイーンマンサが完成。このクイーンマンサは機体の高性能化とサイコミュシステムの両立というコンセプトで開発されており、結果としてかつてのモビルアーマー MAN-08 エルメスや MAN-03 ブラウブロよりも小型ではあるものの、再び大型化という答えを導き出している。サイコミュシステムの小型化に成功したものの、機体スペックを十分に引き上げることができなかったキュベレイに対して、サイコミュシステムを搭載したハイスペックモビルスーツとして完成したクイーンマンサは、圧倒的な攻撃力と機動性を有し、短期で戦況を覆せるほどの性能を獲得。しかし、大型化に伴うハイスペック化と、ファンネルコンテナを有する30機ものファンネルの運用は、パイロットへの肉体的、精神的負荷としてフィードバックされるという問題を抱える結果となってしまう。これらのキューベレイ、クイーンマンサという一年戦争時代から続くサイコミュシステムとモビルスーツの一体化というコンセプトは、切り札となり得るファンネルと機体スペックの両立という問題を解決できずにいたが、宇宙世紀 0093 シャーの反乱と言われた第二次ネオジオン構想時代に完成したサイコフレームによって、モビルスーツ群は飛躍的な進化を遂げることになる。機体制御系サイコミュであるサイコフレームは、サイコミュチップを金属内に込む、つまり溶かして型に流し込む技術によってフレームの一部に利用し内蔵することで、サイコミュデバイスの大幅な小型化に成功したものである。金属内に込んだことによってサイコミュシステムを機体の構造部材として利用でき、パイロット周辺のコクピットフレームにサイコフレームを配置することで、パイロットが発する感応波をそのまま機体にフィードバックし、機体制御の飛躍的な向上とサイコミュ兵器の性能を底上げするという画期的な新技術であったといえる。サザビーはこのサイコフレームの搭載によって25メートルという比較的大型なモビルスーツであるものの、前述のキューベレイやクイーンマンサの問題点をクリアし、サイコミュシステムの小型化と
機体性能のハイスペック化を実現するとともに、このサザビーの完成には、シャーが求める水準を達成するために、様々な最小見搭載型の試験機や試作型モビルスーツの改修、再設計が繰り返され、ネオジオンが指揮下に置く、ニュータイプ研究機関の基礎設計をもとに完成に至っている。AMS-119 ギラ動画。サザビーの系譜の始まりは、シャー率いる新生ネオジオンの主力モビルスーツ、ギラ動画まで遡る。グリプス戦役時代から開発が行われていたギラ動画は、かつてのジオン系モビルスーツの先駆けとなる機体 MS-06 ザク2の開発コンセプトであった人間の機能を拡大した機動歩兵という初期のコンセプトに立ち返り、 0089 時代の重武装、高出力、大型化という流れの見直しが図られ、時代の流れとともにアナハイムエレクトロニクス社のグラナダ工場で制御系の換装や最新武装を装備した状態でロールアウトを遂げる。スペックとしては同時期に開発された地球連邦軍の量産型 RGM-89 ジェガンと同レベルであったが、グリプス戦役時代の基礎設計であったため、機体構造的にはロールアウトした時点ですでに旧式という側面は持っていたものの、各種オプション装備を換装できるため、あらゆる戦況に対応可能な機体となっている。武装はビームマシンガン、グレネードランチャー、ビームソードアックス、シュツルムファウストなどジオン系モビルスーツらしい装備をマウントしており、その柔軟な設計思想と汎用性の高さからサザビーに至るまでの始まりの機体であり、母体となったモビルスーツである。 AMX-120X ギラ動画サイコミ試験型。この機体はギラ動画をベースに開発された新生ネオジオン初のニュータイプ専用試作モビルスーツである。サイコフレームが実用化される以前に開発された本機は、少数勢力短期決戦型組織であった新生ネオジオン本体が戦力で勝る地球連邦軍に対抗するために急務で開発した機体とされており、サイコミュシステムの小型化に失敗したため運動性や機動性が著しく低いという欠点が浮き彫りになった。ギラ動画をベースに開発されているが、その外観や武装は後のサザビーに酷似しており、ビームショットライフルの装備やファンネルの搭載など攻撃面では申し分ない性能を実現していたものの、前述の問題点を抱えていたため、これ以降新生ネオジオンのモビルスーツ開発はアナハイムエレクトロニクス社に委託され、後述する MSN-03 ヤクト動画の開発へと発展を遂げる。 MSN-X4 バギ動画。この機体は新生ネオジオンが開発したニュータイプ専用試作モビルスーツの一機、ヤクト動画を開発する過程で誕生した機体であり、いわばヤクト動画への橋渡し的な存在のモビルスーツである。モビルビット、別名 B ビットとスプーンビットと呼ばれる2機の特殊なサイコミュ兵器を搭載しており、胸部に内蔵されている B ビットは対人用の殺戮マシーンであり、バッタの形状を模した異質なビット兵器が敵艦に侵入しクルーを殲滅するという装備である。なおサザビー系列ではないが、メラ動画なるジュニアモビルスーツも存在している。 MSN-03 ヤクト動画。前述のギラ動画サイコミュ試験型をベースに開発されたニュータイプ専用モビルスーツ、サイコフレームが完成したことによってこれまで問題とされていたサイコミュシステムの小型化に成功し、ギラ動画のムーバブルフレームを元に設計され、サイコフレームの採用、高出力ジェネレーター搭載とガンダリウム合金製の装甲に変更したことによって機体性能の大幅な向上を実現。武装面ではメガガトリングガン、メガ粒子砲内蔵シールド、ヒートナイフ付きビームサーベル、ミサイルランチャー、ファンネルなど強力なビーム砲から実体弾式装備まで充実した武装に仕上がっている。厳密に言えばギラ動画サイコミュ試験型の改造機という位置づけではあるものの、これまでのモビルスーツをはるかに凌駕する性能を獲得し、シャアの登場するモビルスーツとなるはずであったが、シャアの求める水準には達していなかったため、サイコフレームの搭載を前提としたサザビーの建造が決定。建造されたヤクト動画の2機のうち、シャアのパーソナルカラーである赤のカラーリングが施された機体はニュータイプの少女クレスパラヤの蒸気となり、並行して開発されたグリーンを基調としたヤクト動画には強化人間であるギュネイガスが登場している。 AMS-123X バルギル。バルギルはダブルゼータガンダムとニューガンダムをつなぐ空白の時代、シャアが息を潜めその身を隠し、来たるべき新生ネオジオンが放棄するために向けて開発された指揮官用次世代ニュータイプ専用機である。ヤクト動画と同時期に開発された本機は
次世代サイコミュ技術であるサイコフレームと思われる技術は改修されており、従来のサイコミュシステムを搭載。機体のカラーリングは紫であるものの、その外観はサザビーに酷似しており、サザビーへとつながるプロトタイプの一機とされている。武装はビームライフル、ロングライフル、ビームトマホークおよびビームサーベル、ファンネルを搭載。 MRX-0133 サイコガンダムマーク4 G ドアーズ。この機体はサイコガンダムマーク4 3号機として旧ティターンズ残党が開発したモビルスーツである。サザビーとの直接的な系譜はつながっていないものの、開発にはシャーが関与していると思われる。宇宙世紀 0091 ロンドベル隊所属のアムロレイの乗る MSK-008R リック・ディゼカイに撃墜され、頭部と背部に装備していたサイコミュ兵器サイコプレートが旧式スペースコロニームーンムーンに漂着。それから1年後の宇宙世紀 0092 前述のガルミルの胴体部にGドアーズの頭部とサイコプレートをすげ替えたことでムーンガンダムとして生まれ変わる。サイコガンダムマーク4 G ドアーズの開発にはミスター・エンキドゥと呼ばれる謎の人物が関わっており、この男の協力を得て旧ティターンズ残党が完成にこぎつけているとともに、このミスター・エンキドゥはシャー・アズナブルだと思われ、 G ドアーズの背部にマウントされている武装サイコプレートはミスター・エンキドゥの技術協力があって完成に至っている。つまりG ドアーズの頭部とサイコプレート、後の新生ネオジオンとなる組織が秘密裏に開発したバルギルの胴体部が一体となって完成したムーンガンダムは、シャーが関与した2機が偶然にも一体化しており、直接的ではないにしろ間接的にはサザビーへとつながる試作機的な役割を担っているとともに、その外観は皮肉にもガンダムタイプのサザビーという仕様になっている。なおこのムーンガンダムと戦闘を行ったアムロはサイコプレートの威力と有用性を実際に肌で感じ、この時まだ設計段階であったニューガンダムが後に装備することになるフィンファンネルの着想をサイコプレートから得ている。 MSN04 サザビー。前述の様々な試作機の改良や改修を経て完成したサザビーは、当時最新技術であったサイコフレームの採用やそれを利用したサイコミュ兵器ファンネルの搭載、運動性や機動性、攻撃力、それらを最大限に発揮させることができるシャアのモビルスーツ操縦技術や特性、あらゆる点を加味した上でフルスペックのニュータイプ専用機として高い基本性能を獲得。大型化した機体の機動性低下を防ぐため、背部のランドセル、腰部のリアアーマー、脚部にメイン推進用のスラスターを装備し、肩部や胸部などの機体各部には姿勢制御用のスラスターがマウントされたことによって優れた運動性と機動性能を実現。赤い水星のシャー専用機ということもあり、やはり赤を基調としたカラーリングが施され、かつての蒸気である MSA-099 リックディアスと同じく頭部にコックピットが設けられており、緊急時には緊急脱出用のカプセルとして射出される。コックピット周辺にはサイコフレームが構造材として用いられ、単眼式モノアイレールが配置され、腰のフロントアーマー部分には本名であるキャスバルレム大君の名をあしらった CD のマーキングが施されている。また武装面に関してもミサイルやバズーカなど実弾兵器は排除され、ビームショットライフルやメガコンデンサー直結式の拡散メガ粒子砲、高出力の大型ビームサーベルも、展開可能なビームトマホークの装備など、ビーム兵器主体の構成となっており、これはファンネルとの連携に加え多数のモビルスーツを相手にするということを想定した上での判断であったといえる。しかしこの判断がアムロの乗るニューガンダムとの最終決戦においてパワーダウンを引き起こすという結果を招いてしまう。スペック自体の比較ではジェネレーター出力やスラスター推力は約 30% ほどサザビーの方が上回っており、性能面ではサザビーが宇宙世紀 0093 においての総推薦容器にふさわしい最高スペックを誇る機体であったといえる。しかしこの両機の勝敗を分けた決定的な違いは、サイコミュ兵器に対する思想と武装のバリエーションの豊富さの違いによって大きな差が生まれたと言っても過言ではない。サザビーは従来通りのファンネル搭載機としてサイコフレームを攻撃面に用いることでファンネルのレベルを高水準に高めるというところに重きを置いている。一方ニューガンダムはコックピット周辺にサイコミュ受信パックを備えることで敵の感応波をより強化した状態で受信し、反応速度を上げるというアムロのアイデアによって開発されており、これはサイコミュを兵器に利用するのではなく
あくまで搭乗者の補助であり、戦術オプションの一つでしかないという考えのもと、生まれた発想であると言える。武装に関しても、ニューガンダムは、ジェネレーターを搭載したフィンファンネルから、実弾兵器であるハイパーバズーカなど、ニューガンダム本体に余計な火器は一切搭載しておらず、ビームライフルを主体とした、バランスかつ高水準を追求した機体であるのに対して、サザビーは、ビームショットライフルから拡散メガ粒子砲、さらに、ファンネルは機体充電式となるため、高スペックかつエネルギー消費の激しい機体へと仕上がってしまっている。これが、最終決戦での大事な局面において、パワーダウンをきたしてしまった要因であり、サイコミュによる反応速度の差が、乱戦からの格闘戦で遅れを取ってしまった原因であると言えるだろう。サザビーには、前述のヤクト動画や、バルギルなどの様々な試験機に加え、コクピットコアの位置や、各部ユニットに、ギラ動画のユニットを流用、スカートアーマー下部に、キューベレイと同型の試作型ファンネルコンテナをマウントし、背部には、ファンネルラックの代わりにプロペラントタンクを装備した、MSN-04X、サザビープロトタイプも、存在し、さらに、シャア専用機であったサザビーを一般パイロットでも扱えるよう改良を加え、指揮官用モビルスーツとして量産した MSN-04B サザビー陸戦用重装型も存在している。背部にマウントしていたファンネルは廃止され、地上専用にウェイトバランスを調整した結果、地上での機動性は向上したが、基本スペックは従来のサザビーよりも低下している。 MSN-04-2 ナイチンゲール、この機体は2つの設定で構成されており、当初は小説版逆襲のシャア、ベルトーチカチルドレンにてサザビーの代わりにシャアが登場するというサザビーと同じ位置づけの設定であったが、後に逆襲のシャアの公式モビルスーツ設定規格にてサザビーの強化発展機という設定が追加された。最大の特徴は、全高30メートルというサザビーを超える大型機でありながら、それを補うため背部にマウントされた左右の可動式バーニアバインダーの搭載と、各部ユニットに配置した機動デバイスによって極めて高い機動性と運動性を獲得。さらに計5本にも及ぶプロペラントタンクの搭載によって、長時間に及ぶ稼働時間を実現し、モビルスーツでありながら後方に大きく張り出したリアアーマーに加えて、脚部に匹敵するサイズを誇るフロントアーマーなど、特殊な形態ではあるものの、非常に優れた運用性と柔軟性を持つ機体に仕上がっている。左右のフロントアーマー裏面には PMX-003 ジオを彷彿とさせる隠し腕を内蔵し、大型メガビームライフル、ビームトマホーク、腹部大型メガ粒子砲、ファンネルなど武装面も非常に充実している。中でもファンネルは大容量コンデンサーシステムを採用したことで、従来のファンネルよりも稼働時間が飛躍的に向上している。宿命のライバルであるアムロレイとの完全決着を望んだシャア・アズナブルが、新技術の全てを集約して生み出されたサザビーは、長い年月をかけて様々な試験機や実験機を経て誕生しており、宇宙世紀90年代を代表するフルスペックモビルスーツとして君臨。結果的にはアムロのニューガンダムに敗れ、実質9日間という短期間で終結したシャアの反乱であったが、かつての星のクズ作戦を遂行したベラーズフリートよりも劣る戦力数で地球連邦軍に対して反抗し、シャアの政治的手腕とパイロット技術、さらに新生ネオジオンの理想を形にしたモビルスーツサザビーによって多大な戦果を上げ、宇宙世紀史に確かな爪痕を残してみせた。以上、サザビーの系譜の解説を終わります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。